はい、本日はですね、ボクシングのスランプの方向けに話していきたいと思います。この話を聞けば、皆さんの考え方が変わって、引き出しが増えたりとか、スランプが抜け出したりとかできると思います。ぜひ最後まで聞いていただいて、よかったらいいね、コメント、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。本題に入ります。なぜ、皆さんのスランプになると思いますか？これほとんどの方がそうです。このスランプになる、一番このテクニックを邪魔するものが、パワーです。皆さんのパワーなんです。なぜパワーだと思いますか？それはぜひコメント見てください。